皆さん、こんにちは、アーティーン。では、のみゃクーボーイ。国際のこともお話しするビッキングテクです。学校に行きたい世界には何人学校行けないんですか ?6700 万人も学校行けないです。こんな人数は大変なもんです。貧しい国でございます。発展途上国、まあ、いろいろ、経済成長の途中にある国でがそうです。大変です。1日に2万2000人、1分間に15人。 まあ、命を落とすまで1年間大変です。8人1人は安全な水が得られない状況です。7人1人は十分な栄養が取れない。病気になりやすいです。どんな暮らししてるか。まあ、学校はまあ、朝食終わってお祈りしてから、ブータンの場合です。はい。家庭が貧しかったり、まあ、お金がない。家計、あとは世話。学校の問題はす、学校がとても遠い。先生が少ない。設備が整ってない。授業がないのでおからない。社会の問題。先生の給料が低い。 戦争にも含まれたなどいろいろな問題です。もう、勉強ついていけない日や、計算ができない、読み書きができない、知識が得られない、恥ずかしい思いをするばかり。だから学校に行けるためにこういう協力が必要ですね。はい。だから協力というものが大事です。じゃあ以下はいろいろこんなことをします。ジャパン国際協力機構だそうです。日本国際協力機構です。はい。このことによって、まあ、いろいろ変わってくるんです。皆さんもできることから始めましょう。 以上です。バイバイ。